敵は我らが小勢と油断しているはず。おとりを立て三軒をおびき出してはいかがか。なるほど、ではその役目俺に任せていただこう。俺は孫権の退路を断とう。なればこの趙文猿が孫権を討たん。この策連携が重要となろう。おのおの方お頼み申す。俺はこの砦で孫権の進軍を誘う。趙梁殿は存分に敵をかき回してくだされ。なるほど、憂いなき武勇、兵たちが恐れるのも無理はない。だが武勇だけでは我らに勝てぬ。勝負はこれからだ。あんたが長領かい。これは引き継ぎ縄ではいかなそうだね。俺たちのチーム、ああ俺の相手になってもらおうか。押して参る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 。敵将、趙軍援が撃ち取った。よし、我らも武名を上げるぞ。
ここで倒れるわけにはいかぬ。リテン殿が橋を落としたようです。これで敵は退路を断たれましたぞ。ここまでなのか。父上、兄上、申し訳ない。長領が出たぞ。ここを守るのが俺の役目だ。命に代えても通すわけにはいかんな。押して参る。凄まじいまでの戦いだ。まさに戦機だな。最後の相手がお前でよかった。敵将趙文猿が討ち取った。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を挙げるぞ。あの様子では再び進行してこよう。何度来ようと返り討ちにするのみ。貴殿の戦には迷いがないな。新しき世に邁進する宋孟徳に迷いなし。ならばその刃たる私にも迷いはない。